せーの、ただらきチャンネル。驚き、ただらき、おはろき、正規アイドル、ただらきちゃんです。お願いします。私が YouTube を始めてから1年半以上経ちまして、整形もいっぱいしてきました。で、この間、すごい初期の方の動画を見ていたら、めっちゃ違うんですよ、今と顔が。YouTube に動画を上げながら整形をしているので、少しずつ少しずつアップデートがされてきたわけです。過去の動画を見つつ、私の整形の歴史を振り返ろうっていう動画です。はい、そしたら見ていきたいと思います。まずは1本目の動画見てみましょうか。鼻の整形をやり直す前ですね。プロテージすごいずれてるのがわかるかと思います。これが私が YouTuber になる本当に直前に撮った映像なんですけど、まあなんか時の流れもあるのかな、幼いね。そしたら次、鼻の整形が終わった後を見てみましょう。あー、こんな顔だった、こんな顔だった。まあこの時点で鼻のフルカスタムが終わっていて、目がまだ奥二重ですね。この時代の顔が一番好きですってよく言われます。私的にはまだ歯の隙間とか気になるところではあります。じゃあ次、じゃあこれ見ましょうか。メンヘラ整形アイドルの普段メイク。あ、そう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 、まだアイテープ貼ってたんですよ。私もともとは重い一重で、それを切開で二重にしたんですけど、その上にアイテープを貼ってちょっと二重幅を広げてました。まあなんだろう、幼いですねまだ。じゃあ次、驚愕、整形総額350万円、整形アイドル、とどろきちゃん。アニメのタイトルみたい。おそらく二重の埋没をしてそう立ってない時だと思います。埋没で二重の幅を広げたんですけど、馴染むのにすごい時間がかかって、しばらくこんな感じのちょっと不自然な顔でした。じゃあ次、セルフカットでシースルー前髪にしてみました。あー懐かしい。背景がカーテンの時ですね。まあ今でもそうですけど、笑顔がねすごく少ない。この時は全く動画で笑うっていうことをしなかったです。今の方がまだ自然かも。整形の影響で笑えなくなっちゃったんですかってよく聞かれてました、この時代は。次です、私の動画が変わります。黒髪ですね、この時。だいたい1年前ぐらいなんですけど、仕事の都合でずっと黒髪にしてました。顔はだいぶ違いますね。てかメイクの感じも違う。化粧に関して言えば眉毛の描き方がすごい柔らかくなった今。あとこの時すごいグラデーションリップにハマってました。じゃあ次、今年の1月の動画です。とどろきちゃんってなんで歯がないの？前髪おかしくない？めっちゃデコが長く見える。この時もまだ黒髪ですね。目元のメイクは結構濃いですね、こうやって見ると。じゃあ次、整形アイドル、整形してない箇所が変わりすぎてる件。これが今年の4月です。髪の毛染めましたね。この髪の色めっちゃ気に入ってました。この時代を見ると髪の毛短くしたくなる。この時確かほうれい線にヒアルロン酸を打つプチ整形をした後です。もうだいぶ記憶に新しくなってきました。じゃあ6月、整形経験者が一度は言われたことあるセリフ。なんだろう、すごいきつい顔をしている。まあでも他は変わってないかな、垂れ目、目尻以外は。この時期はすごい片耳にこう髪の毛をかけるのハマってました。これで最後です。今年の8月、派手髪継続したら人生で一番気に入ったので見て。多分おでこ、こめかみ、顎、頬にヒアルロン酸が追加されてます。いろいろとやった後で形は整えられているんですけど、まあ、目尻切る前なんでちょっとこの辺の余白がねすごい私的には気になります。そしてこの間垂れ目形成と目尻切開をやって、現時点での最新アップデートは終了いたしました。これからも整形に限らずいろんなところでアップデートしていこうと思います。というわけで今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。